本日ここに天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、東日本大震災5周年追悼式を挙行するにあたり、政府を代表して謹んで追悼の言葉を申し上げます。かけがえのない多くの命が失われ、そして多くの方の人生を一変させた東日本大震災の発生から早くも5年が過ぎました。最愛のご家族やご親族、ご友人を亡くされた方々のお気持ちを思うと、今なお哀戚の念に耐えません。ここに改めて衷心より哀悼の意を捧げます。また被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。被災地では未だに多くの方々が不自由な生活を送られています。原発事故のために住み慣れた土地に戻れない方々も数多くおられます。被災地に足を運ぶ旅、まだ災害は続いている、そのことを実感いたします。その中で一歩ずつではありますが、復興は確実に前進しています。住まいとともに生業の再生も本格化しています。被災者の方々お一人お一人が置かれた状況に寄り添いながら、今後とも心と体のケアや新たな地域社会の形成、被災地の産業の振興への支援などに力を注ぎ、魅力ある地方の創生につながるような復興を実現していく所存です。同時に多くの犠牲のもとに得られた貴重な教訓を決して風化させることなく、常に最新の英知を取り入れながら防災対策を不断に見直してまいります。政府一丸となって災害に強い強靭な国づくりを進めていくことを改めてここに固くお誓いいたします。震災の発生以来、地元の方々や関係するすべての方々の大変なご努力に支えられながら今日に至っております。日本各地のみならず、本日ここにご列席の世界各国各地域の皆様からも多くの温かく心強いご支援をいただきました。改めて心より感謝と敬意を表したいと存じます。我が国は今後とも世界の皆様に向け、東日本大震災の教訓と被災地の復興の様子をお伝えし続けるとともに、我が国の知見と技術を少しでも役立てていただけるよう、防災分野における国際貢献を一層強力に進めてまいります。我が国は幾度となく国難といえるような災害に見舞われてきましたが、その度に勇気と希望を持って乗り越えてまいりました。今を生きる私たちも先人たちに習い、手を携えて前を向いて歩んでいくことを改めてお誓いいたします。御霊の永遠に安らかならんことを改めてお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様のご平安を心から祈念し、私の式辞といたします。平成28年3月11日内閣総理大臣安倍晋三。
天皇陛下からお言葉を賜ります。